前半というふうにちょっと変わってシフトしてますから上側は若干角度を少しだけ近くしてます。こちらは2500の C の C っていうのがコンパクトボディっていうボディのサイズを表してるんですけど、こちらが2500の何もないボディがそっちの方がちょっと LD コンセプトに変わってますので、サイズ感ですよね、はい、まあ、もし、まあ、今使われているリールが2500番だとすると、はい、今回の LD でいきますと3000の、はい、コンパクトボディ -C っていう、はい、あれが今の従来の2500番ほぼ同じサイズになるので、まずそのサイズ感を気をつけてもらいたいというところと、まあ、あとはドラグノブがでっかくなってたり、そうですね、ドラグノブが大きくなってたり、あの ABS のちょっと進化系ですね、はい、あのロングキャスト ABS っていうのに変わっていて、はい、抜け感がだいぶ変わってるっていうのと、あとは、まあ、ボディがモノコックボディ、はい、あのマグネシウム製のモノコックボディに変わってますので、はい、防水も上がってますし、防水性能も上がってます。今年 LT コンセプトで出たのがイグジストが最高峰で、カルディアクリームスとあって、はい、あとタトゥーラの4種類、今4種類それが乗っていて、はい、すごいなと思って、今2000、スティーズの2500ですと、はい、今回コンパクトボディの2500っていうのがあるんで、はい、これがバスには一番、あこれがもうローターからここが、はい、要はあの、まあ、新しい、まあ今2500番、LT の2500番っていうのが、はい、新しいサイズの2000番と2500番の間ぐらいです。あこれは、糸巻き量的にはこれでナイロン4ポンド150、あちょうどこんな軽くてそんな、はい、でこれ重量が今 160g なんで、これが 160g のやつか、はい、これがバスにあのど真ん中です。ちょっと触っちゃうとまずいですねこれ6万8千円だから、まあ6万円前後で買えるのかなどうかなってとこだよな。あこのハンドルってやっぱり、あこれも変わってますよね。ハンドルも変わってます。はあの肉抜きもだいぶされてる、はい、見るからに、はい、あこう肉抜きやっぱりホームページで見るだけだと分かりづらかったのがだいぶ触っちゃうとやばいですね。これはあの質感にこだわってるデザインなので、写真だとなかなか表現できない、はい、やっぱり実物見てもらって、あのアルミのその金属感ですとか、そういったものはやっぱり写真だとなかなか表現できない。だいぶ60周年カタログはもうしびれましたけどね、あれかっこよかったですけど、はい、実物はやっぱ来てよかったな。こうなっちゃうのか。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。こっちが少し小さいなので、どちらかというとこちらは耐久性よりパワーフィッシングを受けるので、まあ、ソルトとかで使われているのがこちらです。で自分もあのそれをやります。でもそれはどういう意味か、ライン回しかかけれないと思います。
上が少しコンパクトに切り替えになってますけど、今までの2500万はこれから3より水の中をイメージできる理由であり、ランディング率を上げられるっていう、はい、皆さん伝わりましたか？大丈夫ですか？